カキン TV Everyday、 ヒカキンクッキングだよ。クッキングしないけど。ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。さあ本日は Twitter で10万いいね超えで超バズってたことを本当に美味しいのか検証したいと思います。それが何かというと、冷めちゃったポテトをカップヌードルカレーに入れて食べるとめっちゃうまいらしい。いいこと。はい、こちらなんとね、これカップヌードル公式ツイッターがつぶやいたツイートなんですけど、人類の長年の課題であった冷めたフライドポテトを美味しく食べる方法について考えていたのですが、カップヌードルカレーにぶち込むという解決方法にたどり着きました。皆さんもぜひやってみてください。カレーの日てな感じで、この画像を見るともうすでにうまそうっていうか、これ絶対うまいの確定じゃんって感じなんですけど、そのままやってもねあれかなと思って、今日はドドン。はい、一応なんかこうコンビニとかでよく売ってるカップヌードルラインナップを買ってきたんで、まあ、ちょっと食べきれない量をね作っちゃうともったいないんで、私ヒカキンいけて3つくらいかなって感じなんですけど、なんかポテト合いそうなやつ選んで、もちろんカレーは食べます。でやっぱポテトといったらこれだよな、マクドナルド、ドナルドのポテトでわざと冷ましてあります。ちょっともったいないけど、はい、香り。さあなのでね、こっからちょっと何でトライするか考えなきゃいけないんですけど、まずカレー食べるでしょ。カレー食べる、はい。で、まあ、正直僕がすごい味が好きなのはこの辺とかね、やっぱ好きなんですけど、醤油ラーメン、まあ、醤油のこのヌードルにポテトちょっと違うかなみたいな、やってみないと分かんないんだけどね。ただあとね、ここで選ぶ時にいいポイント考えたんですよ。なんかじゃがいもがさ入ってるヌードルあるでしょ、最初から。それって合うってことだと思うんだよね多分。でこれ入ってないじゃん、なんかエビとか卵とか謎肉で、シーフードもね、あ、シーフードも入ってたっけでもね、あのなんか海鮮とジャガイモってなんかまあ合わなくはないけど、ちょっとなんかどうかなと思っても違うから。塩ってジャガイモ入ってるよな。これもなんか悪くなさそうだけど、あー迷うね。めっちゃ迷うやんこれ。これも絶対うまいんだけど、なんかチーズカレーみたいな。だけどこれはカレーに似てると思うからあえてやらず。でこれ絶対合うと思うんだよね、チリトマトヌードル。これ確かポテトみたいなの入ってたよね。なのでこれも選ぶ。味噌にジャガイモ、まあでも1個くらいやっぱあっさり系があっていいんじゃないかということで、このブラックペッパーバジルチキン塩、これでいきたいと思います。これ確かね、昔これでチャーハン作ったらうまかったんだよね、塩。うん、これでいきたいと思います。よし、まあこんな感じですかね。それでは作っていきましょう。ブーンブーン。エントリーナンバー1番、チリトマトからいきたいと思います。絶対うまいでしょ。ピザみたいな感じだもんな多分な。ピザもジャガイモ乗ってるのあるもんな。え、じゃがいもってないっけ。え、もう後に引けねえ。あれ、これなんかじゃがいも入ってなかったっけ、チリトマトって。これ間違えたかもしんない。ただなんかうまそうだよね、イタリアンな感じでね。チリゴーゴーゴー。なんかポテトできてるからいいのかな。あれ、あんまり細かい説明書いてなかったからな。なんかあの写真はさ、すっごいカレーのスープ浸ってる感じだったよね。あれ全部さ、出来上がるところスープってちょっと水位下がるでしょ。アバウトだね。まあできてからでいいかな、多分ぐちゃぐちゃになっちゃうね。だから3分待ちます。中断中断、3分3分中断。あのポテトをセットしてる時に30秒ぐらいかかるでしょ。だから2分30秒ぐらいで止めました。はいはいはい、あー美味しそう。ほらこうやってほら、麺がさ、スープを吸っちゃうじゃん、こういう感じで。こうやって傾けると初めて出てくるぐらい。こんぐらいの時にやった方がいいよね、もうね。じゃあ行きまーす。マイクドナルド。おー、いいね。あ、ちょうど冷えてたところなんだよ。はっ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 て感じでね。まあ、ついね、ハンバーガーとかでね、お腹いっぱいになっちゃって、ちょっと残ったら取っといて、夜食べるとか。うわ、うまそうじゃん。どんくらい入れるかだよね。まあ、こんなもんじゃね。ラーメン見えなーい。行こう。ちょっとスープに浸しますね、ちょっとね。あのツイートもさ、だいぶスープにさ、浸ってたじゃん。うわっ、あー、これ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 ですよ、これ。ほら、チリポテトヌードルに早変わりだ。吸い込むのかな。そしてポテトの油も出ていく感じだね。確かにこれカレーだったらまあ絶対美味しいだろうな。いただきます。いただきます。まあスープをね、うん、タコスみたいな味ね。じゃあいただきます。まずは麺から。嘘です。
お合うね。合う、めっちゃ合う。豪華になった感じがするよ、ちょっと。なんかもともとポテト入ってたからさ、入ってねえな、多分これ勘違いして入れちゃったんだけど、ただ合うね、チリトマトは。あ、ちょっとファーストフードっぽい雰囲気がするな。うん、確かになんかポテトが冷えて少しこうパサパサになってたとしても、スープ吸い込んでるから、なんかあんまりそういう乾いちゃった感じはしなくて、すぐポテトがほぐれて、じゃがいも感がね、いい。確かにこれだったら、まあ、僕基本的にポテト絶対に完食しちゃうタイプなんですけど、あったかいうちに。ただ冷えて、いやもうあんまり食べたくないなとかなったら入れた方が美味しいと思う。チンとかしちゃうとなんか脂っこいとかなんか変わっちゃいそうじゃん。でもなんかそんなこともなく、ということでチリトマトヌードルあります。最後の残ったスープと一緒に食べるとよりいい。なんかやっぱスパイシーなカップヌードルといい気がする。ということは次の塩もいい気がするな。これブラックペッパーとかバジルだから。あー、まだいけんな。ごちそうさまでした。ブーンブーン。エントリーナンバー2番、燻製オリーブ香る SIO。 これね、ブラックペッパー&バジルチキン味って書いてあって、ブラックペッパーって絶対合うんだよね。で、あとバジルってさ、ジェノペーゼとかあの緑のパスタってジャガイモ入ってるんですよ。昔渋谷のなんかね、イタリアンで食べたのにジャガイモ入ってた。だから合う。いきまーす。それもこれ当たりなのが、オリーブオイルが別でついてるんで、最後これポテトの上にかけて食べる。いいんじゃない。そこに2個になったからね、忘れないで。当たりです。あ、これジャガイモ入ってる。かなり入ってる。白いやつがジャガイモっすね。これ絶対合うね。ポテトも入るから、多少スープは気持ち多くてもいいかもしれない。蓋の上で温めてください。3分待ちます。3分中断。はい、いきます。おお、塩ってなんか具沢山だね。すごい膨らみがすごい。ここに短めのポテトを入れていく。ぶっちゃけなんかね、腹減ってる時だったらガンガン入れてもスープがなんか馴染んでくるからね、入れすぎて汁なしみたいになっちゃったみたいなにはなんないですね。ガンガン食べるから。今度もかな。うん、これでなんか豪華な感じしてる。じゃあここでね、オリーブオイルをかけて、おほほほほ、仕上げですね。ちょっと飛び散ったけど OK。 完成すよ。いただきまーちゅ。さあ、オリーブオイル、うん、ほのかに香ってるね。バジルがすごい強いですね。ほら GO。 うおー、これです。ちょっとリッチになった感じです。うん、で下に麺が入ってるということで、こういう感じだから、うーん、最初から入ってるじゃがいもはもうトロトロ、あ、もう溶けるぐらいになってる。あ、そう思うと結構元から入れててもいいかもね。お湯の時からそれもありかもしれない。トロトロになってるみたいな。うわ、合うなこれ。うわ、ちょっと待ってください。迷うね、チリトマトとどっちが合うか。同じくらいなんだけど、入れすぎない方がいいかなって感じしてるかな。合うんだけど、チリトマトはすごいスパイシーで味濃かったから、なんか無限にポテトいけたけど、ただもともとこれ本当にポテト入ってるやつだから、うん、合うね。あ、やっぱ合う。僕はほぼ同じくらい合ってる気がするけど、チリトマトの方が合うねっていう人多いかな、もしかしたら。やっぱバジルとブラックペッパーと相性がいいですね。バジルかな。うん、最後やっぱスープと飲むときうまい。特に具だくさんになった感がね。ごちそうさまでした。さあ、大本命カレーいきましょう。ブーンブーン。エントリーナンバー3番、カレーヌードルー、大本命いきましょう。はい、猫ちゃんがいまへん。あ、
こうやって見るとめちゃくちゃポテト入ってるね、カレーヌードルって。こんな入ってたっけね。だからやっぱ合うんだな。よし、改めてね、なんかツイートの画像を見てみたんですけど、案外ポテトの形しっかりしてたんで、なんか最後に入れるっぽい感じしてますね。よし、こんなもんかな。本日3回目の3分待ちます。って感じで、行きましょう。2分半です今。はい、ゴーウェーイ。この時点でポテト美味しそうなんだけど、まずかき混ぜようかな。この辺濃いもんな。あ、濃いね。この辺につけたいから、あんま混ぜない方が逆にいいかな。いや、混ぜていいんだ。混ぜて溶かして、あの写真のように作りたいんだ私は。もう最初から入ってるポテトはもうどけちゃう。こっから入るから。よし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 、いい感じです。ここにポテトいっちゃいまーす。ゴー。あー美味しそう。よし、これでスープを浸していく。うわー、やっぱ、あー本当だ、このバズった画像のルックスになっている、これ。あーあーあー、完璧です。だいぶ染みてきてるわ、カレーが。やっぱ濃さが違うね、カレーヌードルって。なんかトロトロしてんじゃん。これやばいよ、このトロトロ感。これうまいでしょうに。最高じゃん。いただきます。これだけでいけそうだもんね。いただきます。あーあー、濃さが違うねこれ。今更だけど、しょっぱさというかさ、全然違うわ。トロトロしてて、だから合うのかなこれ。あ、もうね、自然すぎて合うかなって食べる味じゃないっていうか、普通にありそう。これすごいこと気づいた。さっきの塩と違って、じゃがいもがしっかりしてんのね。あの最初から入ってる これが、これ入ってんじゃん最初から。これがそっくり、なんか食感とかが、うん、そっくりだ。めっちゃ似てる。もしかしたらカレーの味で染みてもう煮ちゃってるっていうのもあるかもしれないけど、そっくりだから、なんかポテトめっちゃ増量のカレーヌードルですみたいな。うん、なんか海外の人がより好きそうな感じするね。ポテト入れてもしょっぱさがなんか薄まんないもんな。さすがだね、カップヌードル公式の説得力がここで感じられてます。カレーが一番腹膨らむかもしんないね、なんかトロトロしてるから。うん、違和感ゼロ。ごちそうさまでした。あのね、合うとかどうとかじゃなくて、入ってて普通だからっていう感じで、なんか食べててポテト入れたことを忘れちゃうぐらい合ってましたね。他の2つは合うかな、あーめっちゃ合うねって感じだったんだけど、もうね、最初からこうじゃなかったっけくらい合ってましたね。だからね、あのマクドのポテト山ほど食べるって人はもう箱買いしとけば、余った時に夕ご飯、夜食に。そうそう。で、思ったのはね、やっぱカップヌードルだからなせる技かなと思いましたね。あんまないじゃん、カレーヌードルとかさ。普通のね、味噌、醤油とかのカップ麺が多い中で、チリトマトとかバジルの塩とかね、っていうのでさすがだなと思いました。 Today's Hikakin's Point 100。まあ正直さ、多分こんくらいうまいんだろうなっていう想像ができててね、そんぐらいうまかったねっていう感じなんだけど、本当に冷たくなっちゃってるまま食べるよりかは、やっぱ僕は美味しく食べられるんじゃないかなと思ったんで、皆さんぜひお試しください。この動画もしよければ評価、グッドボタン、ぜひ今この瞬間にポチッとお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他私ヒカキン SNS もやってますので、説明欄からフォローお待ちします。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バイ。登録